スラーピットで助手席にレーシングドライバーの横チームメイトがねシェアしてる。はい、おはようございます。はい、おはようございます。こんにちは、でーす。テックアウトの鎌田でーす。はい、です。はい、テックさん、すごいことになってましたね。えらいことになりましたよ。ちょっと見てください、これ。お子さんのこんな部屋があったんですか。あったね。知りませんでしたね。あったね。はい、こんなところに。そうなんですよ、今回ね、はい、ちょっとね、すり合わせうまくできて、GR の、プレジデントの佐藤さん、はい、あと部長、はい、部長さん、はい、なんかね、その86の、まあ、86だけじゃないんですけどね、あの、まあ、パーツを今後どうしていくかっていう話と、あと、まあ、うちらみたいな旧車業界が、あの、生き残っていくというんですかね、まあ、今年あの水素エンジン、ね、EV で、ね、提案してくれたじゃないですか、うん、そういうなんかお話も、うん、アーモニュートラルこれからどうしよう、うん、こちらみたいなところっていうのもなんかメーカーさんとこちらみたいなショップでちょっとこう、まあ、会議というか、まあ、今日は座談会という形で、なんかこう気さくに意見交換ができればっていうことなんで、はい、直接ね、自分たちの言葉がね、そう反映してくれたらね。昨日の話であのテクさんも一緒に出てたホットバージョンとかももちろん見てるし、エヌスも見てもらってるし、そういうのがね、見てもらえてるって意識なかったじゃないですか、正直。まあね、確かにね、まあね、あのお客さんとか、うん、あの好きな方で見てもらってるってもちろんあるけど、まさかね、プレジデントがね、見てるんですよね。うちの YouTube もテクさんの映像が見てる。嬉しいですね、本当に。なんか未来は、本当だよね。これからはもっともっと頑張らなきゃいけない。本当そうですね。なんかね、もう、でもやる気が出るよね。そうなんですよね。なんか今まで以上にさ、頑張らないとって思いますよね。そうそう、なんか本当に親に認めてたじゃん。なんかそんな気がする。いいよ、確かにね、うんうん、やっと大人になった気がね。我々ちょっとあの、ね、不良だったけど、不良だったけど、不良じゃない、一番の先頭に使っていくさ。そう、ここがね、やっぱりね、ちょっと親からもちょっと認めて、ちょっとね、今日なんかいい話ね、ね、できれば、まあ、これあっちの入れ替えるからね。いや、不良なんや、やっぱりテクさん、突き進んでください。もうソロの選手が無理だね。すげえ丸くなるから大丈夫。無理いいね、きっかけ、まあ、今日ね、まあ、ちょっとざっくまランナーお話をしたいってことなんで、はい、楽しみです。まあ、ちょっとね、それもちょっとエア取っていってことだったんで、ぜひぜひ、まあ、やる人できるように、はいはい、頑張ることもないですけど、まあ、楽しみましょう、はい、楽しみましょう、はい、楽しみましょう。福さん、ドライバーさん、GR メンバーによる座談会ということで、あの、ざっくばらくにですね、まあ、86を愛する皆さんと一緒に車の未来をワイガヤしようという企画でございますので、はい、あの、もう NG ワードなし、いろいろワイガヤ話して話しましょうという企画でございます。じゃあ早速なんですけど、ちょっとせっかく佐藤さん来ていただきましたので、ちょっと今日に至る経緯といいますか、もともと今回の水素86と電気86をやろうって秋尾さんと話して、はい、種車を探したんですよ。はい、で種車がなくて、でもこれもう普通に買ってくるしかねえと思ってなってもうなかなかみんな見つからないっていうから、もうしょうがねえなっつって自分でこうやってグーネットみたいな、長野県に1台いいのかなと思って、わっふらっと出てきた人が小太郎ですって言って、86売ってくださいって、そう、本当そうですよね、普通にふらって言ったら、これがね極上でワンオーナーで結構綺麗な車ですね、車だったんで、これですよね、ちょっとね、つい欲しくなってしまう、つい本当はめっちゃ綺麗だな、めっちゃ綺麗ですね、これ本当種車のつもりだったんだけど、やめてって感じで、これ試しにしたらあかんなと思ってそうです、これなんか86を守らなきゃっていうなんか変な正義感に駆られて、買いますってすごい個人的にそうで、なんか衝動買いをして、勢いで買っちゃった、勢いで買って、で、嫁さんにちょっと買っちゃったって何買ったの、車何86バカじゃないのまあ、やっぱ自分なりに育てたいじゃないですか、だけど、まあね、だけど一回、ね、こう40、もう今年40年なんですよ、だから記念の年だし、一回先輩たちがどんな車作ったんだろうなっていうのに一回戻って、あ、40年前先輩たちこういうの作ったんだっていうのを感じたいなと思って、
で小太郎さんにいろいろ新品取れるやつ全部取ってもらって、そうですね、取れますよね、ね、はい、あとはもうないものはヤフオク必死に見て、うん、そうですよね、ヤフオクで、ヤフオクね、ヤフオクでゲットしましたって送って届きました、いろいろ、まあ、結構高いですよね、高いね、高いで、それやってる中で部品がねえっていう、うん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 、ないぞこれっていうのに改めて気づいて、これって本当にオーナーさんとかね、ファンの人たちってどうしてんだろうっていうのをちょっと思って、でいろいろ話こたつ談してたら、いやいやいろいろメーカーにもやってほしいことがあるんだよねっていう話をねもらって、こうなったらちょっと一回話を聞いて、ね、みんなが笑顔になれるようなことってなんだろうって、で僕らねその変にマウント取るようなこと絶対したくなくて、うんうんうん、やっぱりメーカーにはメーカーの役割があるし、はい、職さんには職さんの役割というか目指してるものがあるし、お互いがこうウィンウィンでいい感じになっていかないと、うんうん、結局オーナーさんとかね、うん、ファンが笑顔になれないと思うんですよね。だからなんかそういう関係を作っていくにはどうしたらいいんだろうっていうようなことをちょっと思って、うん、今日ちょっと佐藤さんはイニシャル D とか見てなかったですか？僕はね、イニシャル D より前の世代なんですよね。レビン派、うんとね、もう世の中的にはあの当時はトレノよりもレビンの方が多かったですよね、ね、うん、レビンがかっこいいと思ってた頃に86と接してる世代、うんうんうん、で、なんかいつの間にかトレノになってましたね、世の中がトレノになってしまって、うん、そうなんていう感じですよね、なんでやねんそう、イトラ重いやんみたいな感じだったけど、え、マサは俺ももちろんレビン、レビンやね、なんかあえてトレノ、トレノ派だったな、あ、そう、パカパカ好き、ああ、え、マサ君どっち？僕もレビン、今もレビン、レビンやね、うん、確かに、うん、レビンだね、なんかトレノはちょっとカエルっぽい、そもそも俺の時代はレビン、トレノっていうよりも86を5万円で買ってきて山持ってってドカンぶつかるカエルっていう、10万円で買ってきて、ここ言うと減らしとんねん、そういう車だから、みんなそうだと思うんです、逆にそれが良かった、うんうん、気軽に変えて練習の題材にして乗れたって、うん、この映像の中でも言われてましたけど、メーカーにこういうことを期待したいなとか、うんうん、こういうことをお願いしたいなって話もいろいろ終わりって、ね、言われて、そうですね、今の話なんかと例えばこんなことしてくれるというのか、まあでももうこのつながりができまずできたっていうことがすごい、もう今まで本当に全くなかったんですよね、うん、そのメーカーさんとこう直接お話もできることももちろんなかったし、うん、でなんかそのだからヘリテージやりますよってふわっていうなんか話はどっかから飛んでくるんですよ、うん、でも実際それを伝える誰がやってくれてるんだろうなっていうのはあったけど、実際それがちゃんとメーカーに伝わってるかっていうもう全く意識がね、うん、正直なくて、でもなんか YouTube で結構鎌さんがなぜフロントガラスが曇るのかとか、まあダッシュパネルのね、裏側も壊れてるから、うん、ね、結構地味移動時間が多いですね YouTube 見て YouTube 見て、そうなんや、そうなんですよ、もう裏がボロボロなんで、うん、ね、こう風が吹けちゃうんですよ、吹けちゃうとかね、万作さんのなんでこんなフェンダー作れるんだそれは俺もめちゃくちゃ思ってた、めちゃくちゃ思ってた、すげえな。今回になったこのクリアランスランプ、それは欲しい、左、うん、これはもう、ね、今回発表させていただきました、はい、本当、うん、え、今回ついた高橋部長作ってもらいました、部長ありがとうございます、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、俺も2年がかりで俺も部してもらった、あ、よかった、約束を守れたこれ復刻これ復刻したのは佐藤さんがレビンだからじゃないですか、じゃないそっちそっち、大丈夫ですか、そこ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 ファイナルギアもこの間作っていただいたんですよね、うん、あれってどのくらいで出てるものなんですか、あ、そうですね、販売トータルで、数百ぐらい、ドライブシャフトはやっぱり一番売れて700本、あの、後期のレースなし、その数字は
いい本ですね。いい本ですね。ですか、まあ、前期の LSD 付きは一番売れてないですけど、まあ、東京で売れたら日本主義出しましたけど、あの時も多分 LSD 付きとかはなくてもよかったよかったですね、まあ、そこでちょっと緩みますね、やっぱりそこをこういう、皆さんと話して、これはやっぱり長くてもよかったよねっていう声が先に届けば、多分そこでコストがだいぶ減ると思うので、そういうところを多分密にやった方がいいような、やっぱり窓口を一つにして、連携をうまく取った方がいいんじゃないかなっていう。で、僕的にはゴム の、 バックパネルとか作ってると思うんですけど、ゴムの、なんですかね、ウェザーストリップとかガラス枠とか、ああいうところが多分欲しい、僕なんかはそうなので、そういうところをきれいにしたいとか、もう部品が出ないので、だから樹脂紋のパキが怖いですよね。そうなんですよ、バラした後の壊しちゃうとか、そういうね、そういうやつほど型がいってなかなかきついんだよね。多分それね、地味に大変なんだと思うんですけどね。それをね、解決するためにね。テクノロジーっていうのは常に進化するわけだから。ね、部長。部長。いや、当時の作り方をすると、もう当然肩費がもう高くなって、多分お客さんからすごいお金いただくことになっちゃう。だからその、安く作ることみたいなこともやっぱ時代の進化に伴って今、いろいろできるようになってきてるんで、そういうのをちょっと、まあ、どういう部品を求められてるかで、じゃあそういう部品に対してこういう作り方しようっていう検討をやれると思うんですね、僕らの。ただ今のところ苦戦してますよね。全部欲しいじゃないですか、じゃなくて本当に欲しい、アフターで作れないものだけの提案をしてもらった方が絶対具体的になると思います。実際問題、出荷数が月に1個とか2個とかになっちゃって、作るんだけど、在庫が例えば500個ずっとどれだけあって、いつ出るかわからんみたいな、ちょっと管理費かかって、で、肩費ってね、まあもうご存知のように、簡単じゃないじゃないですか。ある程度、なんかこう、需要が最初にいりますか言って、数集まりそうだったら、一回バンと作って、バンと履いて、もう保管も手持ち持たないとか、で作り方も本当にフルの型でやるんじゃなくて、少し簡易型とか、数は作れないんだけど安く作れるで、ね、真心込めて作った車ってお客さん愛していただいてて、やっぱり長く乗ってほしいんですよね。長く乗ってもらおうと思うと、まあ、これに限らず、僕は80のスープラも持ってるんだけど、もう本当にこう微妙な領域入ってくるんだ。そうですね、だからそういうのを守ろうと思ったら、やっぱり少量なんだけど儲けようとは思わないんだけど、なんかこう、そこそこ成立するところで持っていかないと、やっぱり事前事業になっちゃって、そちらからこっちも見えてなかったと思うし、こっちからも見えてなくて、なんか共通の会話ができない。そうですね。信じていいのかなって。自分たちからすると、JR さんがこう出してくれたじゃないですか、なるべく売ろうと思いましたね。やっぱりせっかく作ってもらったんで、まあ、どんどん売らないと。ね、ファイナルギアなんかも出してもらった時に、もうどんどん声出しましたね、お客さん。お互いやってる人は全部、はい、そういうお互いに協力関係があれば、もっと盛り上がると思いますし、はい、あの喜ぶ人が増えると思うので、いいと思うんですけど、ぜひ欲しいです。かなり接合パーツやから、まあ、でも数がって言われるとちょっとどうかなってね。うちも今いろいろ当たってるんですけど、これだってとこが見つかってね、作れそうなんですね。あ、そうなんや。まあ、できればね、できたらいいですね。そういう意味では実はバンパーはこの、ここ切り出してくれたら、そうだよね。いいんですよ、僕のやつ。欲しいよね。一番最初にどっち作るっていうから、まずイニシャルいじじゃないですか、全身そこを押さえてこないと、世界をとりあえず、世界に影響があるのはやっぱイニシャル D だな。ものすごい売れてんの？国内でいうと正直、全然合わないです。海外で買ったやつは、イニシャル D っぽいのリクエストが一番多いのはテールランプ。さっきね、そのテールランプやっぱコストが高い、ちょっと話させてもらって、で、この2ドアってやっぱり全くないんですよね、部品がないんだけど、実際熱防度は高いんだけど、これ数売れるかって言ったらちょっとどうかなと思うんですよ。そのコストと、まあその売れてるじゃないですか、要望とかかるコストと、結局売れる個数ってこれ多分ちょっと合わない、ペイしない、
うん、インパネ、うん、ダッシュボードは河原さんが作りましたね。作って、ただお店、自分のお店でしかつけない。ダッシュボード、ダッシュ、ダッシュ、へぇ、河原の、河原のさん、今日は河原のさんが出しました。前期あ、どっちともあったんじゃない。あ、そう、ただ僕もものをちゃんと見てない。カバーとかね、作られるケース、カバーはいっぱいありました。カバーね、カバー作りましたね、すごい使ってますけど、ガラスがガラスやからバレちゃうんだよね。そうですね、割れてないインパネ見つけるのすごい大変だ。すごい高いですね。ね、考えられない、考えられない。今日ちょっと考えたんですけど、もうこのシートのもうみんなよれてるじゃないですか。その生地とかも出たら面白いかなと思いますね。高級アペックスのあの柄の生地だけ、それを内装屋さんとかにやってもらえれば、その内装作ってほしいっていうのは無理だと思うんで、もう全部後ろトリムとかっていうのと、あともう一個目的に、あの例えばテールランプとかクリアランス、まあ車検もそうなんですけど、これがなければ走んないよねっていう、もう動かせなくなったじゃん。例えばボンネットなくても、あのフェンダーなくても、車が走れる、転がせるじゃないですか。一番困ってるやつ、走らないっていうのが一番困ってると思う。プロペラセットとミッションもライブでしょうね。ある程度我慢してもらう部品はアフターで我慢してもらうっていうところを割り切って、絶対これはなければ走れないっていうところをピックアップしてもらって、リストみたいなのがあれば、で何個売れるみたいなのがやるとダイレクトな話ができる。そ そう、これあと後藤さんからもお話ししてたんですけど、はい、そのファンの方々もやっぱり大事に。そうですね、ちょっと話で、やっぱり AE86 もこれ、もともとは AE86 とあの出てるのが出た時に、そう、面白いっていうので始まって、最初は AE と、まあ、出てるのが結構いい感じでなってたんですけど、年々こう AE86 のこう居場所がどんどんなくなってきちゃってて、やっぱり。お客さんも行かなくなっちゃったんで、もうなんかあんまりなんかちょっと肩身狭いなっていう、せっかくね、最初始めてすごい盛り上がったイベントだから、こういうのをなんかもっとまた盛り上げてね、そうだね、こちらもそうだけど、そうですね、こういう場にご出店いただいて一緒に、ね、本当はそうですね、そうですね、盛り上げするっていうのができると思う。せっかくいいお車を作られたんだと、ああいうのも展示していただいて、ね、やっと多分むっちゃこう、あえて音さんに来られないような方であったりとか、もうちょっと電動ユーザーの人もああいうのを見る機会になるんじゃないかなと思うんですけどね。ぜひ、はい、ありがとうございます。時間が、はい、あっという間に来てしまいまして、本当にあっという間もっともっといろんなネタで盛り上がれそうな予感がしますので、ぜひ引き続き、はい、この関係者になってください。はい、今終わりましたね、はい、話し合い座談会、それが第1回、はい、第1回でもやっぱりそう、あれも欲しい、これも欲しいってなってきちゃうのね、うん、だそこをこ うまく我々も、うん、ね、まあ、ね、精査して、そんなやってられないよって言われちゃうのが一番だからそこをやっぱね、ちょっとこう、まあ、みんなに意見をね、まとめて、ちゃんと窓口作って、伝えていければね、多分いい感じになると思う。つながる大事にしましょう、ね、こういうね、お仲間内がどんどん増えていくといいですよね。いろんな意見がやっぱあると思うんで、これはね、本当ね、業界で定期的に、うん、ちょっとね、そういう会合をして、うん、で、ちゃんとプレゼントに、お酒抜きでやる、お酒抜きで飲んだらぐだぐだにお酒抜きでいきましょう。昼間やりましょう。昼間ちょっとこう、カッコつけて昼間やりましょう。でもいいですよね、そうね、良かったです、本当に、ありがとうございました。応援の中で、うん、そう今年やっていきます、お兄さん、もう頑張るよ、一番お兄さんなんで、やっぱお兄さんなんで、先輩、お願いします。いやいや、部品先輩だから、部品先輩、はい、頑張ります、お世話ください。そんなでじゃあ、ちょっとさ、それで行きましょう、ぜひ。はい、豊田さん、ジーヤさんもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。